私の中で羊っていうのがこうやっぱモケモケした存在というか、モケモケっていう言葉から羊のようなこうふかふかした手触りのいいものっていうのを想像してもらいたくて、羊って直接つけてしまうよりはモケモケっていう言葉から何か発想してもらいたいと思って、モケモケっていうのをまず最初に思いついて、こたつってやっぱり人が集まる場所だし、知らない人同士もこう一緒に温まることができると、そこからこう体が温まるとちょっとリラックスして、結構こう心もちょっと開きやすくなるかなと思って、寒い時期だし、展覧会、まあ、作品見てもらうのもいいんですけど、ここに来てもらって何か話をするっていうことができたらいいなと思っていたので、こたつにしようって言って、普段は日和アウトセンターさんなので、日和っていうことも入れたかったので、モケモケこたつ日和ってタイトルはそういうとこから来ていて、このイメージの最初にこうあったんですけど、こういうふうに一つのこたつに地元の方や私たちが一緒に集まって、ここでものづくりをしていく中で何か会話だったり一緒に時間が過ごせたらいいなっていう。会場の真ん中には大きなこたつがあるので、ぜひこたつに入りに遊びに来てください。お待ちしています。